どうも、しのままです。最近ですね、私たちがリモートでさ、使ってる、ズームって言うんですけども、あれで、すげえ面白い機能がありまして、その名も、バーチャル背景っていうのが、できるんですよ。まあ、要は、例を見たらわかると思うんですけど、自分ごと喋ってるじゃないですか。もう元気みたいな。で、この後ろで、後ろに違うさ、画像を入れれるんですけども、なんとあれ、実はですね、動画もいけちゃうわけなんですよ。ってことはですよ、バーチャル背景がすでに俺がなんか喋ってる動画を流しとけば、俺は撮影中でも寝てるだけでことが進むってわけじゃん。午後にも起きなくていいわけじゃん。それって詰まるところ神じゃん。ってことで今回はですね、バレずにどこまでバーチャル背景で対応できるか、イェイ。というわけで、マイケイト・パテボー・ウィズ・ズーム・イーン。くる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 。じゃあ最初はですね、定番の引っかかりやすいね、スン君に行きたいと思います。これね、結構緊張するんですよね。あ、来た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 。あ、じゃあ、まあ初めにそうね、なんか世界史クイズとかやりたいんやけど。はい。お、いけます？大丈夫ですよ、はい。世界史クイズね、オッケー。じゃあ俺が問題言うんで、もうすぐ答えてください。はい、よくいきます。紀元1世紀のローマの将軍でガリアに遠征して、その土地の支配した人、ブルータスの前のかということで有名。1世紀でガリアに遠征し、気持ち悪い。紀元前1世紀ですか。天才。すいません。2問目、エジプトプトレマイオス朝の最後の女王、クレオパトラ何世。いや、すごい。これ絶対分かろうと思ったよね、これ。すげえな、お前。いやー、どこで手に入れた、そういう世界史の知識とかさ。受験で勉強しました、普通に。なるほどね。幼少の頃ぐらいから興味あったんや、ずっと。違いますね。はい。まあ、そんなことはさておきね。まあ、なんか、悩んでることとか、ないですかね。あー、そうです。まあ、課題がちょっとマジでやってない課題がずっと1ヶ月ぐらい放置してるのがちょっとやばいってやつですかね。もうタイム落としそうですね、また。なるほど。わーお。はい。そういうことできるもんな。そういうことできるんですよね、やっぱり。煽られた。ね、煽られた。やっぱりそこか。そういうのはやっぱね、俺もやってみたいと思ってるんやけど。いやー、リポート中に参加しない方がいいと思うんですけど、ね。この年になるとさ。なんだか、出るー、スンくん、スンくん、これ実は録画バーチャル背景でした。でしょうね。はい、それでは2人目、デンガン行ってみたいと思います。あ、もしもし。はい、聞こえるかな。オッケー。なんですかね。はい。今だ。半分です。はい。ということで、じゃあ、健康観察やっていきたいと思います。イエイ。はい。まあ緩い感じでね、やってくれればいいから。え、聞こえる？俺の声。長野誠。ね、第17回2006年。完全前半2秒8残し、2秒5残し。ガソリンスタンド。1996年から第ずっと37回が連続で、37回が連続助けれてる人、山本慎吾さん。今、カーストレーニングジム。ウケる。聞いて聞いて、はい。はい。はい。質問です。はい。じゃあ、花さんどうぞ。最近買ったお気に入りなものを一個紹介してください。お気に入りのもの？どうぞ。最近素振りハマってます。最近素振り。マシ寄りのアリみたいな趣味してんな、お前。やった。結構大事よ。早すぎん、それは。さすがに。え？ちょっと待って、なんかおかしくない？なんかね、ディレイが、まあ、俺電眼の笑い声は最高にすごいと思う。ありがとう。本当にそう思ってる、心から。お前がおもろいのやるからね、それはさすがに。おい、もっと照れろよ。何やねん。
何なんこれ、この素材を撮ってないね。まあ実はこれね、全部録画なんだけどね。あーね、でかくこれが本当の僕だよ本家だよい, ね、いや一瞬わからなかった。マジ最後、最後の最後まで切れた。ちょっとディレイおかしくない？時系列ディレイ、ディレイある。時系列おかしかったもんな、完全に。なんかちょいちょいうまいこと言ってもらったな。ちょいちょいうまいこと言ってた。あーあーお疲れっす。お疲れ様です。お前さぁ、マジやってくれたな、ほんまに。もうもうさぁ、結構楽しみにしててね、俺な。それがなんなん、もうそれもう。だから栄養面も考えたんでしょ。栄養面とは完全否定できひんけどやりすぎよ、もうやりすぎほんま、ちょっと見て、これうわ、重た、これ重た、重た、これ配達の人、大変やで、これ、ほらこれ、すごないな、これ全部あんたの仕業でしょ。これてっきりさ、これさ、ちょっとね、見とけよ、これ。お前が送った玉ねぎは。こうしてくれるな、お前。ということで、花尾さんのお出ましでーす。バイナー。はい、どうも、花尾です。はい、ということで、花尾、改め花尾です。え、すごい。どうこれ、楽しくないっすけどね。これを見せたくてお前に化粧をさせたんです。深夜1時に風呂上がりの中でね、だらこねて友達のグループ通話を、友達と電話したんだよ。よし、じゃあ最後キムにね、やっていきたいと思います。聞こえるかな。おい、ごめんね、ちょっとこんな夜遅くに起こしちゃって申し訳ない。ありがとう。はいはい、それじゃあね、早速やっていきましょう。花尾とキムの眠れないラジオ、イエーイ。ということで始まりました。最近なんか体に異常とか感じませんか？うん、ですね、最近口内炎ができてしまいまして、非常に。それは病院行った方がいいんじゃない？さすがに。かもしれないです。お医者さん、最近さ、なんかハマってることある？最近ですか？最近、クラナドを見るのにハマっていまして。またアングラ攻めるなぁ。アングラ攻めるなぁ。めちゃめちゃドマイナーやん、それ。な、近所のおじいちゃん10人ぐらい当たって、ようやく1人やってるかやってないかぐらいのクオリティのやつやん、それ。な、はい、ということで、話も盛り上がったところで、この辺で今日の1曲目、行ってみたいと思います。それでは、ミュージック、今回の曲は、アイアイでグレンゲ。どうも、グリーンバックの神です。なるほど、ありがとうございます。途中からもうずっと途中からはい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 みたいな感じになっててね、ほんとね、こんな茶番に付き合わせて深夜の2時半に叩き起こして申し訳ない。いや全然大丈夫です。うん、結構シビアに気づいてた。録音は気づいてませんでした。あー、録音だから、どういうこと、どういうこと。今日は
僕の話全部無視する回なのかなっていう。どんまい。どんまいだって。